こんにちは、サイゾーです。久々の実写動画になりますが、昨日ちょっとアニメイトとゲオと羅針盤に行ってきまして、そこで購入したものを今日紹介したいと思います。昨日行ってきたんでね、今日はじゃないんですけど、じゃあ早速ね、これです。これがアニメイトで買ってきたものですね。今日じゃなくて昨日。じゃあ早速開封していきます。開封っていうか紹介していきます。紹介っていうか開封、紹介開封、まあ紹介開封。じゃあ最初に、あ、これおやすみ、アクアドライブサンシャインの、これはね、あれですね、色紙ホルダーですね。なんか色紙をね、飾りたいと思ってんだけど、飾るとこがなくて、なんか困ってたんで、どうしようかなって、色紙にの処理に困ってた矢先に、このね、店頭でこの色紙ホルダーというのを見つけて、おごれいいなって思って、買ってきましたね、色紙ホルダー。いいですね、これ。で、早速開けていきますね、これ。ちょっと待ってよ。はい、開けました。中は、こんな感じになってます。あ、いいね。色紙を、こうやって収納できるみたいです。色紙そんなないんですけど、僕。まあ、これ色紙ね。これ。収納していきたいと思います、この中に。はい、じゃあ色紙ホルダーということで、アクアのね、これ買ってきました。はい、次、次はこれ邪魔だな、なんかこんなの、これいらないんだけどな、これセブンだからどうせ意味ないと思うんだけど、サエカノの、サエないヒロインの育て方、サエカノの一巻ですね。サエカノは全く知りません。アニメを見てませんし、だからよくわかんないんですけど、まあどういう話かなって思ってこれを買ってきました。まあ、楽しみですね、これ。話題になってるといっても一部のファンの間だけですけど、でも結構話題に上ること多いんで、サイカノってね、なんかそれでちょっと買ってみました。どういう話かわかんないですけど、期待ですね。次、ラノベ結構硬いですね。はい、村上凛先生かな。俺を、お前をオタクにしてやるから、俺をリア充にしてくれ。一巻、全部一巻ですね、今回買ったの。これもよく知らないですね。でも話、でもなんか面白そうだったんで、タイトルがなんか長くて結構ね、このオタクにしてやるからリア充にしてくれっていうところに、なんかちょっと引っかかりを覚えまして、僕、まあ、どんな話か気になりますよね、こういうタイトルにされると。お前をオタクにしてやるからって、オタクにじゃないのにオタクになるっていう、その展開がどうなのかっていうのが気になるんで、まあいいや、ちょっと外れました。まあこれ読みたいと思います。話が分かんないんで何も紹介することがない。次、ろくでなし魔術講師とアカシックレコード一巻。何、作者陽太郎先生、陽太郎ってもんだこれ。なんかね、アニメ化が決まったということで、なんか CM で結構やってたんで、あー、これ結構話題になってるのかなって思って買いましたね。出てますし、
光子とアカシックレコード。いやなんか面白そうだったね。面白そうって言っても僕ね、ラノベも小説もゲームも何でもそうですけど、なんかタイトルってなくて絵に惹かれて買うんで、こういうのなんかこういうのでなんかあんまりね、どういう前評判とか全然調べずに買うんで、当たり外れがよくわかんないんですけど、まあでも外れだったらやめときますけど、まあでもあんだけ CM で話題になってましたから面白いんじゃないでしょうかね、これもね。まあこれも読んでみたいと思います。はい、次最後ラノベ、はい、ゲーマーズ一巻。なんで一巻ばっかあって、なんかいろいろ読んでね、面白かったら僕は買い続けるってタイプなんで、試しに一巻読んでみるっていうのを僕はしてるんですね。なんでこうやって一巻をまばらにバラ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 買っていくと、で読んでて面白かったら続きを買うっていうタイプなんで、まあ、全部続きを買うわけじゃないんですね。一巻をまず読んでみて、で面白かったらね、次も読んでみようっていう感じにしてるんでね、そんな感じですね。ゲーマーズ、青い関の先生といえばあれですね、生徒会の一存書いた人ですね。いやーなんか生徒会の一存アニメ見ましたよ。アニメ見てましたね。あれは面白かったですね。なんか結構パロディが多くて、思わずクスッとしちゃうようなそういうパロディが多くてね、アニメファンにとっては嬉しいパロディが多くて、あれを書いた人だからきっとこれも面白いんじゃないかなって思ってね、期待を込めて買いましたね、これもね。期待外れだったらなんか残念ですけど、まあ読んでみたいと思います。これも次最後ですね。これアニメートで最後買ったやつです。はい、これがこれはね、ごちうさキャラクターソングアルバムってやつで、こんだけの曲が、ちょっともう小さくて読めないかもしれないですけど、こんだけの曲が入ってるということで、キャラソン集ですね。僕こういうキャラソン集アルバムは結構買うんで、まあごちうさも見てたんでね、なんかキャラクターが可愛いので、みんなキャラクソンもきっと可愛い曲が多いんじゃないかなと思って買いましたね、これもね。なんかここに出てますね、キャラクターソングアルバム。うん、まあこれもね、期待を込めて買った、まあ聞いてみます。はい、以上ですね、買ったの以上かな、以上ですね。はい、今回買ったのはこれだけです。アニメイトではこれだけしか買ってません。まあでもこれでも7000円ぐらいしたんでね、 CD が高かったかな。うん、でラノベも結構買ったんで、これでしばらくラノベを読んで退屈をしのげるのではないかなと思ってます。じゃあ今回っていうか、アニメイトで買ったのはこれで終わります。さよなら。